いやなんかしっくりきますよ、ちょうど。だってライズ・オン・アベマちょうど2回目 で1回目も無観客で試合したじゃないですか。だからまあいいタイミングだなっていう。やっぱほんとコツコツやっていかなきゃいけないですよね、うん、やってるやつは強いですよ、人だけじゃなく団体も、うん、新しい風を吹かしたいなって。シンデレラにゆかりがなれるように頑張ります。させないです。冷静に圧倒するのが今回のテーマなんで、このベルトは私気はないんで、そんな簡単にいかないよっていうのを教えてあげられたらなって思います。勝てる気しかしてない。必ずぶつぶして勝ちます。まあライズの女子ってキックボクシング業界の中でやっぱ一番層が厚いと思うんで、うん、だから今後の位置というか左右されていくタイトルマッチになるんじゃないかなと思いますね。これもう外傷が激しいですから、うん、インパクトも全然ちゃうし、やばいですよね、絶対折れますよね、絶対重きゃだったら顔とか。あの4人で、あ、2枠しか争えないんだみたいな。2人しか出れないんで、勝つか負けるかで本当に変わりますよね。本当に変わると思います。今後の人生に一番かかるんじゃないですか。レベルが2つぐらい違うっすよね。戦ってても危ないタイミングとかもありましたし、僕だから勝てたのかなっていうのはあります。いや他の人勝てる人いんのかな。これからの選手じゃないですか。倒しに行く、ガンガン前に攻める、テクニックもあって、非常に、まあ、勝ち方を知っている選手ですからね、格闘技が大好きなんですね。だから、他の団体でも乗れるものは乗れるし、乗れないのは乗れないし、忖度とかじゃないけど、今回のはすごい楽しみです。覚醒する選手がたくさん出てくるんじゃない。